1876年、アメリカ合衆国大統領選挙。1876年、アメリカ合衆国大統領選挙。1876年、アメリカ合衆国大統領選挙は、アメリカの歴史の中でも最も議論を呼び、白熱した大統領選挙の一つとなった。ニューヨーク州出身のサミュエル・ティルレンが、一般選挙でラザフォード・ヘイズを破り、 選挙人投票でも184票を獲得して、ヘイズの165票を上回ったが、まだ集計されていない票が20票あった。この20票が論争となった。3つの州、フロリダ州、ルイジアナ州及びサウスカロライナ州で、それぞれの党がその候補の勝利を報告し、また、オレゴン州の選挙人一人は違法、選挙されたかあるいは指名されたかという根拠でと、 宣言され交代させられた。これらの票は激しい選挙人の議論の後で最終的にヘイズの得票とされた。多くの歴史家たちはある非公式の取引が論争を収めるために使われたと信じている。南部がヘイズの当選を黙認する代わりに共和党は南部から連邦軍が引き上げることに同意し、レコンストラクションを実質的に終わらせたということである。 この取引は1877年の妥協と呼ばれた。この妥協でアフリカ系アメリカ人は実質的に政府の権力から排除された。妥協から間もなくアフリカ系アメリカ人は人頭税や祖父条項によって投票権を奪われた。1876年6月14日に新シシティで第6回共和党全国大会が開催された時、 明州出身のジェームズ・ G ・ブレインが大統領候補に指名されると考えられた。第1回目の投票でブレインは過半数にちょうど100票足りなかった。多くの共和党員がブレインでは一般投票に勝てないことを恐れたので2回目の投票からはブレインの票が減り始めた。反ブレインの大議員は6回目の投票でブレイン票が41%に達するまで一人の 候補者にまとまらなかった。改革派共和党の指導者は、代わりの候補者に、個人的に愛検等を重ねた。選ばれたのは、オハイオ州の改革八時、ラザフォード・ヘイズであった。7回目の投票で、ヘイズは384票を獲得して351票のブレイン、21票のベンジャミン・ブリストを抑え、指名された。ニューヨーク州出身のウィリアム・エイ・ウィーラーが、 主要なライバルであり、後に、この選挙の論争に決着をつける、選挙委員会の一員を務めたフレデリック・セオドア、フリーリング以前を、大差、366票対89票で抑えて、副大統領候補に指名された。第12回民主党全国大会は、共和党大会で、結論の出る9日前に、セントルイスで開催された。3人の指名候補、 ニューヨーク州知事で、ブルボン民主党のサミュエル・ティルデン、インディアナ州知事のトーマス・エイ・ヘンドリックス及び、北軍の将軍で、ペンシルベニア州出身のウィンフィールド、スコット・ハンコックが出て始まった。ティルデンは、第1回の投票でリードしたが、ニューヨークのタマニーホールの指導者、ジョン・ケリーが強く反対した。ケリーの反対は十分ではなくて、指名を止められず、ティルデンが2回目の投票で指名された。 トーマス・エイ・ヘンドリックスは、ティルデンの副大統領候補に指名された。グリーンバック党は1874年に、インディアナポリスで農民の利益のために作られた、政党であり、ミドリセ紙兵と呼ばれる紙幣を大量に発行して、経済を膨張させる、よう連邦政府に提案していた。その第一回の全国指名集会は1876年の春に、インディアナポリスで開催された。 ピーター・クーパーが他の3人の指名候補に対して352票対119票という結果で大統領候補に指名された。反、モノポリを歌うカリフォルニア州選出の上院議員ニュートン・ブースが副大統領候補に指名された。ブースが出馬を辞退したので全国委員会はその代役としてサミュエル・カイケ・アリーを選ん。禁主党は2回目の全国党大会で グリーン・クレイ・スミスを大統領候補に、ギデオン・ティース・チュアートを副大統領候補に指名した。アメリカ国民党は、ジェームズ・ウェイ・ウォーカーとドナルド・カーク・パトリックの組み合わせを指名した。ティルデンは、ニューヨーク州の政治マシーンの政治家を告発し、伝説的なボスであるウィリアム・トウィードを刑務所に送り込んだ男であり、ユリシーイズ・グラント政権の裏面に対して、改革を行候補者として出馬した。 両党ともに公務員改革とレコンストラクションの終了を打ち出した。両陣営ともに中小合戦を行い、民主党は共和党の汚職を、共和党は南北戦争を持ち出して反撃し、この戦術は民主党から血塗られたシャツを振るものだと揶揄された。共和党はあらゆる民主党員は反逆者ではないが、あらゆる反逆者は民主党員だと繰り返し唱えた。候補者が 積極的に大統領の座を求めるのは不適と考えられていたので、ティルデンもヘイズも選挙運動の一部として、積極的には遊説せず、運動員に任せきっていた。コロラド州は1876年8月1日に合衆国36番目の州に昇格した。新しい州として、大統領選挙戦を組織する十分な時間夜勤がなく、コロラド州議会が、 州の選挙人を選んだ。これら選挙人は次々に、ヘイズと共和党に3票を投じた。フロリダ州、4票、ルイジアナ州、8票及びサウスカロライナ州、7票は、ティルデンを支持する開票結果を報告したが、それぞれの州の選挙結果は、共和党投票者に対する不正行為と暴力によ、脅しで彩られていた。 論争点の一つは投票用紙のデザインをめぐるものだった。当時各党は記名投票で投票者に自分たちを支持させるように投票用紙を印刷していた。文字の書けない投票者のために各党は投票用紙に記号を印刷した。しかしこの選挙では多くの民主党の投票用紙には共和党の象徴としてエイブラハム・リンカーンを印刷していた。 共和党の支配的な州の選挙委員会は十分な数の民主党病を認めずその選挙人病を平ズに与えた南部の3州では合衆国に認められた知事が共和党の証明書に署名したフロリダ州の民主党証明書は州の県事総長と新しい民主党知事が署名していたルイジアナ州のものは民主党の知事候補者によるものだったサウスカロライナ州のものは 州の役人によらず、単にティルデンの選挙人が一般選挙で選ばれたと主張し、選挙管理委員会に拒否されていた。一方、オレゴン州では一人の選挙人だけが論争になった。全州での結果は明らかにヘイズを支持していたが、州の民主党知事、ラファイエット・グロバーは、その選挙人の全郵便局長、ジョン・ワッツが、 委託された職にある人でありすなわち合衆国のもとで利益を得る人であるために憲法の第二条第一説の不適格者と主張した。グロバーは続いて、ワッツの代わりに民主党の選挙人を入れ替えた。二人の共和党選挙人は、グロバーの行動を跳ねつけて、それぞれがヘイズに三票と報告したが、民主党の選挙人 CA クローニンは一票が、ティルデン二票がヘイズと報告した。 二人の共和党選挙人は、州務長官の署名がある証明書を提出した。クローニンと彼の指名した選挙人二人は、知事の署名があり州務長官によって証明された証明書を使った。最終的に、オレゴン州の三票ともに、ヘイズに与えられた。ヘイズは選挙人投票で一票の差で過半数を得た。民主党は不正の叫びを上げた。 抑圧された興奮が国中を追った。ヘイズは決して就任できないというような脅しが囁かれた。グラント大統領は密かにワシントン周辺の軍隊を強化した。憲法では上院の議長が上院、下院各議員の出席の前ですべての選挙人証明書を開封し続いて集計されることと規定していた。ある共和党員は集計する権限は 上院議長にあり、上院、下院の各議員は単に見ているだけだと主張した。民主党は、共和党の上院議長フェリーは論争のある州の票を、平図にカウントできるので、この解釈に反対した。民主党は、異論のある票は、両院の同意がある場合を除きカウントされるべきでは、ないという1865年以来の監修を、議会は続けるべきだと主張した。下院は、 民主党が強く、一つの州の票を捨てることでティルデンを選出することができた。前例のない憲法の危機に直面して、1877年1月29日、合衆国議会は15人の委員からなる選挙委員会を作り、問題を決着させる法律を通した。両院から5人の委員がそれぞれ選ばれ、最高裁判所の5人の委員と合流した。 ウィリアム・エム・エバーツが共和党の助言者を務めた。1877年の妥協は民主党にこの選挙委員会も認めさせる力があった可能性がある。各委員の多数党が3名を指名し、少数党が2名を指名した。共和党が上院を支配しており、民主党が下員を支配していたので、委員は共和党5名、民主党5名となった。 最高裁判所の判事の中で2名は共和党員、2名は民主党員が選ばれ、5人目はこれら4人が選出した。判事たちはまず政治的に独立なデイビッド・デイビス判事を選んだ。ある歴史家によれば、誰もおそらくはデイビス自身ですら、どちらの大統領候補を好むか知らなかった。選挙委員会法案が議会を通過した時に、イリノイ州議会はデイビスを上院議員に選んだ。 イリノイ州議会の民主党委員は、デイビスに投票したことで、その支持を得られたと信じた。しかし、彼らは、計算違いをしていた。最高裁判所に泊まって、選挙委員会で務める代わりに、デイビスはすぐに、上院議員となるために判事を辞任した。残っている判事はすべて共和党員だったので、すでに選ばれていた4人は、残りの判事の中で最も偏りのないと考えられる。 ジョセフ・ P ・ブラドリーを選んだ。この選択が行方を左右するものになった。就任宣誓式の日が間近に迫っていた。委員会は1月の末日に集まった。フロリダ州、ルイジアナ州、オレゴン州及びサウスカロライナ州の問題は議会から提出された状態の継続であった。著名な助言者が両陣営に現れた。 指名された州のどこからも二重の開票結果が出ていた。委員会は最初に明らかに広報な開票結果は振り返らないことを決めた。ブラドリーが他の七人の共和党委員に組みし、一連の採決は八対七という結果になり、論争のあった選挙人票二十票すべてをヘイズのものとし、ヘイズは選挙人選挙を八十五対百八十四、で制した。 3月2日に委員会は閉会し、3日後にヘイズは妨害もなく就任した。委員会に認められた開票結果では、サウスカロライナ州におけるヘイズの勝利を889票差としており、合衆国の選挙の中でも2番目に接近した結果となった。なお最も接近した結果は2000年。 アメリカ合衆国大統領選挙のフロリダ州における537票差であった。委員会の最低結果を反映したものである。出典、プレジデンシャル・バラッツ、1836から 1892pp24757。青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。得票率差5%未満。 得票率差5%以上10%未満。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。